おいで、ユウ。背中流してあげるよ。いいよ、僕。自分で洗う。男の子が前を隠すな。そりゃ、そりゃ、そりゃ、そりゃ。あ、なに？かわいいの、かわいいの。ほれ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 。あ、やめてよ、姉ちゃん。くそが、あったのすんだよ。姉ちゃんってさ、ん？母ちゃんみたいだ。そう？言ったら甘えん坊？違うよ。違うけど。大人になったね、ユウ。お姉ちゃんの気持ちまで考えてくれてるのかな。でもユウはね、まだ甘えてもいい歳なんだよ。もう少し力抜いていいからね。泣いた泣いた。やっぱり子供だ。いい子だね。いつまでもずっと優しい子でいてね。姉ちゃん今日遅いな。一緒に父ちゃんサプライズの準備するって言ってたのに。早く帰ってこないかな。かな。変な天気。まゆ、まゆちゃん。なに、もう遅刻しそう。今日で最後の登校ね。しっかり皆さんにお別れを言ってらっしゃいね。うん。ごめんなさいね。お父さんの転勤のせいで。いいの、私は。お父さんがもっと会社に抗議でもすればよかったんだけど。お父さんどうしても無理だって言うから。あなたが了解してくれたからいいようなものの、
お父さんは本当に私たち家族のことを考えようとしてくれない人だから。うん、行ってきます。私はお父さんとお母さんが揉めないでいてくれるならそれでいいの。あ、ここは、あれ、私一人？なんで泣いてるんだろう、私。しげにぃ？先生！篠崎さん！確かみんなと学園祭の片付けしてて。やだ、ここどこ？覗いてみようかな。なんだ、頭が痛い。ここは本館か。夢から覚めてもまた悪夢か。くそ。Thank you.
テレビがあるのか。そういえばさっき別館の職員室で拾った TV カセット。何かの手がかりになるかもしれない。なんとか見れないかな。あの光、逃げてしまうから一人じゃ捕まえるのは無理だな。誰かに協力してもらわないと。ゆか、内田くん、こっち。ナオミをお願い。あの子、追われちゃう。誰だ？誰かいるのか？今の声は。
ナオミ、大丈夫か。おい、ナオミ、あれはナオミの携帯じゃないか。大変だったんだから。びっくりしたんだよ。でね、聖子聞いてよ。なになに？振り向いたらね、岸沼がサトシの股触ってんのよ。うわー、マジ？うわ、ちょっと燃える。それ見て私、なんか岸沼をぶん殴ってやりたくなってさ。ナオミ、何それ、ジェラシー？わかんないけど、その後、あの二人すんごい喧嘩してたよ。ウケる。私も見たかったよ。いや、見てないからそんなこと言えるんだよ。そうかな。実際見たら引くよ、絶対。男子ってほんとバカだよね。可愛いんだけど。なそんなこと言って、ナオミ、持田くんのことが
誰かいるのか？今の音が気になる。ナオミ、バカ、何やってるんだ。どうする。道具はないか？ナオミが、このままでは危険だ。戻ろう。助け、お前、嘘だろ。間に合わなかったのか。嘘だ。数時間前、いつもの教室で笑っていた友達が、こんな薄暗い個室で死体になって吊り下がっている。ただ恐ろしかった。その事実が怖かった。気がつくと俺は必死で駆け出していた。ただその場から、死体から離れたかった。そう、なかったことにしたかったんだ。これは夢だ。
現実のはずがない。だが錯乱状態はすぐに解け、俺は直美、すまない。お前を助けてやれなかった。俺のせいだ。俺はどうすればいい？篠原、お前まで。くそ、なんだよ、なんなんだよ。なんで俺たちが死ななきゃいけないんだ。返せよみんなを。ちくそ、ちくそ。ゆか、しまった、あいつ一人にしたままじゃないか。確か渡り廊下で小便するって一人で行かせたんだ。待ってろゆか、お前まで失ったら。